はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、ちょっとですね、ショップを覗いてみたところ、まあいろいろと便利なアイテムが増えてきたんですけど、これっすね、揚げパフェ、油揚げパフェか。 XP を50回復って、実はなんか6個持ってました。 XP 回復アイテムですね。これもちょっと有効的に使っていこうと思うのと、簡易テント14,400円するんですけど、最大ヒットポイント SP の 50% 分回復、すべての状態以上回復全体っていうことでね、これをちょっと高いけど3つ買おう。まあまあのものを選んだよね。で、あと鬼歯車はこの前手に入れたやつで、 IS ベセル、これを1個買いましょう。変なことに使わないように。 OK、 お金がだいぶ減っちゃったけど、約束ね。で、さっきのを、まあ、適当に装備させますか。まあ、まず最優先は、まあ、俺のお気に入りキャラ、ストライダー飛竜。どうだ？いいね。攻撃力がめっちゃ高くなってきたな。崩し確率 10%。シャドルーの軍服。軍服じゃねえか。帽子か。コンボ、XP 回復量 10% アップ。攻撃力が若干下がるけど、まあ、これだったらこっちでいいかな。よし、OK。で、あと技強化っすね。やっぱこの崩し系を鍛えようとすると状態以上発動率がね上がるんすよ。どうしよっかな、これも鍛えていこっかな。やっぱりね、気絶とかは結構重要なことが分かったんで、400円くらいすんのか。まあ 400CP ですけど、まあ全員分ちょっと鍛えていると時間がかかるので、CP を貯めつつ今後の方針を決めていくという感じですかね。じゃあ次の、15話に進んでいきましょう。ここはグリーマレーブ大聖堂。まともなマップに戻ってこれたか。ここも毎回面倒な目に遭ってるし、まともと言われるとどうかしらね。なんだこりゃ、黒いシミがある。これは、おい、コスモス、エネルギー反応、以前同地点で検出されたものと同じです。行った方がいいのでしょうか、それともこの場でログアウトするべきでしょうか。いや、この感じ行ってみた方がいいぜ。何か感じたのか。ハセオ、まさかまた愛だが。ああ、多分な。何かあるようだな。ふん、行ってみるしかないか。サイバースペース内で何が起きているか知っておくべきだろう。またどこかの教会に飛ばされたりするのは勘弁してほしいから、本当に。ああ、博士はここで待機だ。俺たちで見てこよう。また博士一人ぼっちか。あ、像がある。そしてトライエッジもいる。あれ、すごい宝箱みたいなのが、真ん中の宝箱と左の方の宝箱色が違う。真ん中の宝箱って取れんのかこれ。へえ、雰囲気あるじゃねえか。ここに謎のエネルギー反応が。前にここに来た時は教会まで飛ばされた。油断はするな。ここからトールオークスに来たのか。はい、奥に台座みたいなのがあって、そこに傷が入っているんですけど。ちょっと待って、その台座なんかおかしくないかな。普通にさ、もう見えるだろうこっから。ご覧ください、傷がないというか像があります。なんだ、俺たちがいない間に建てられたのか。人がいるけど大工さん。違う、あいつはカイトさん。双子つうか、なんか悪そうじゃない。目つきとか超危ない感じ。バージル的なものかしらね。俺を何だと思っている。じゃあ三島和也的な。死にたいのか。こっちは親子だろ。あいつ、俺たちがあの町に来た時の。あんたら会ったことあるのか。最初にマクアヌって町に出た時にな。その時はカイトの時代だったが。ならここは傷跡がなくてアウラの像がある。ここはザ・ワールド・ディビジョン1、つまり僕たちの時代だ。そいつは頂上だな。7年後の未来から戻ってこれたのか。バグったエリアから時間を超えたのか。電脳空間はやばいことになっておるの。やれやれ、戻ってこれたと喜んでいる場合じゃなさそうだな。おお、いろんなやつが出てきた。
なんかやる気満々な感じ。あの野郎、まさかあれからずっとリビジョン1をうろついていたってのか。あのダークカイトは何者だ。やつはトライエッジ、俺の時代リビジョン2に現れた化け物だ。アイダそのものかもしれねえ。アイダ、前にハセオが言ってた PC をバグモンスター化するプログラム。相手をモンスター化する、まさかウイルスのようなものか。ここは電脳空間だ。コンピューターウイルスになるのだろう。近いかもな。アイダ感染すると仕様を超えた力が使える。人間で言えば人間を超えたものになるってことだ。感情が異常に増幅され、まともじゃなくなっちまうのがたちが悪い。ウイルス兵器と同じね。そんな奴が7年後にはうろつき始めるんかい。それをあいつがばらまいているのか。そこまではわからねえが、無関係でないことは確かだ。あの舌を出してるモンスターいいっすね。疲れないのかな、ずっと舌出してて。だが未来に現れたこいつが過去7年前のカイトを姿をしているのはなぜだ。わかりませんけど、でもリビジョン1に来たことには何か意味があるような気がする。直接聞くのが一番よ。取り押さえましょう。喋れんの？喋ったとこ見たことないんだけど、あんまり。ユニットっすね。カスタマイズか。出るやつと出ないやつがやっぱり最近出てるんで、チュンリーが外されてんな。どうするかな。その代わり不良一家が結構出てるな。コスモスはね、キャラクター的に入れたいんですよね。なんで申し訳ないけど、鉄拳キャラは外れてもらおうかな。外すってそういう外すじゃない。で、チュンリーは入れとこう。で、あとコスモスを入れたいんで、どうすっかな。バーチャファイター系に外れてもらうか。ほい。じゃあこれでいきましょう。まあ、鉄拳ファンの人がいたらちょっと申し訳ないけど。まあ自分の好きなキャラクター優先ということでやらせていただきます。お、これ壊せる？おら。ああ、なるほど。壊して宝を取るってね。これさ、意味あるか？壊して一ターン経つって言うんだったらさ、あ、どうしようかな、壊そうかなって思うけどさ、壊してもさ、そのまま移動できるからね。覚悟しな。崩せよ。チュンリーはやっぱり移動力が高いんで、こっちこっち。まあとは例によって背後から敵が出なければ。あ、こいつら自分の頭持ってるのかな。骸骨のドクロ持ってますけど。ゴブリンメイジ、あれゴブリンだったんだ。今回宝箱があったここには何もなさそうだけど、奥にある。マジかい。この柵を壊してパンチマークがついてるかな。奥まで行かないといけないってことか。チュンリーは宝箱回収部隊。ああ、射程は2だから。はい。どうしようかな。まあいいか。ガンガン行こう。本当は敵の射程ギリギリのところで待機して待ちがいいと思うんだけど。ストライダーヒリーも攻撃できねえか。オーケーだよ。こいつは攻撃できる。今回の獲物は射程さんあるかな。私の舞台これからだよ。爆発いける。やっくりしぶきです。これね、結構ね、浮いちゃうからね。軽そうだなこいつ。弾の無駄遣いだろ。いいのかそれで。調査するよ。弾薬とかだってあるの。行きますよ。おお、来るね。射程が長い、意外に。おーっと、全体攻撃できた。そして、あ、やつはまだ来ないか。やり返させても
空気読まずにやっちゃうからね。いやー、このパターンはマジ強い。任務完了。夏、次。スペース探知機が激しく反応しています。何か来るようです。敵の援軍か。数は1ですが、かなり巨大なデータです。スペース探知機って結構役立つな。スケイス、会いたかったぜスケイス。俺のスケイスとの関係教えてもらうぜ。ん？俺のスケイスってどういうこと？バカなスケハセじゃと。こいつは7年後に俺のアバター、簡単に言や守護霊みたいになるやつなんだ。アバターを呼び出せればトライエッジだって蹴散らせるはずなんだが、このスケイスの成果は知らねえが、その力が使えねえんだよ。サイバースペースの状況は物理空間よりも混沌としているな。いつ現実の世界に影響が出るかわからん。ここで食い止めるべきだ。そのためにもあいつはやっつけなきゃ。ハセオが力を取り戻せるかもしれないし。ふん、細かく打ち砕いて飲みやすくしてやろう。牛乳に混ぜた方がいい？ハセオくん、ガキ扱いすんな。それにデータなんだから飲み込みはしねえよ。ともかく前進じゃん。トライエッジにスケイスとやら一網打尽にしてくれる。あれ、柵がなくなってる。いつ柵がなくなったんだよ、まったく。お、消えた。逃げたか？何？おい、待てよ。やつはどうして引いたんだ？スケイスを見たから、どういうことなんだろう。ああ、こいつは普通に来るな。すぐに切り返そう。でもなー、これだけ見ると敵は少ないからな。まだ増援は出てきそうだな。あれ、これ揃いユニットもレベルってあんのかな。ツインユニットしか気にしてなかったけど。下でっか、大変そう。ちょっと残ったか。ストライダー飛竜に攻撃を仕掛けるとは。愚かなやつよ。一発。もう15レベルになんな。よし、これを取ろう。いちごキャンディー。キャンディーがこの中に入ってんの。2人入るな。攻撃しよう。どうせポイントは余ってるわけだ。どんどん打ち上げ。順番に押し置くよ。あなたたちも終わりよ。七つ星よ、輝け。アクセルさん、ちょっと暴れすぎじゃない？オーケー。アクセル、器物発。サイバースペースデータのサイバースペースのデータが乱れた。何か来る。ほらね、なぜここに集まってくる。何かあるのか、ここには。後ろかよ。誰これ。なんか悪そうなやつが来たよ。あれもザ・ワールドの危険なやつ。いや、僕は見たことがないよ。ふふふ。あ、喋るんだこれ。笑ってるよ。悪い予感しかしないけど。あんた何者だ？こっちは取り込み中なんだがな。俺たちと無関係ではないらしい。あいつが連れているロボットは、ベクターか。滅んだ第四帝国のメカじゃないのか？以前、グランドマスター残党の女が連れているのを見た。なんだって？では、この怪しげなしましまの人も、第四帝国の生き残りなのでしょうか？そこをどけ。俺は自由になる。何？行かない意味か？あれはもしや、神崎隼人？いや、だが、キャプテン、もしかして未来の知り合いか？スターグラディエイター対プラズマソードの隼人か？スターグラディエイター？わからん。少し前、俺たちの時代でプラズマパワーで地球征服を企んだ男がいた。第四帝国の皇帝、
エドワード・ビルシュタイン。彼を切り第4帝国を滅ぼしたのが神崎隼人だ。なんでそいつが滅ぼした敵の兵器を使ってんだよ。神崎隼人？やつはもういない。そんなことないわ。隼人は隼人よ。だ、誰か来た。なんだ、中国の人。女か、ここまで追ってくるとはな。お願い隼人、本当のあなたに戻って。諦めろ、この体はすでに俺のものだ。これ以上つきまとうなら死ぬことになる。ハヤト！女、すぐ楽にしてやる。どうすれば、どうすればいいの？なんちゅうチャイナ服着とんじゃ。主は誰で、どうやってここに来たんじゃ。それはこっちのセリフよ。下がって。彼は今危険な状態なの。もしかしてあの子、スターなんとかの関係者なの？データ照合、スターグラディエーター隊所属、ジューン・リン・ミリアム。あなた、ネクターのコスモス？これで奴が神崎隼人であることに間違いはないか。ストライダーズにコマンドチーム？イレギュラーハンターもいるの？何が起きているんだい、ジューン。手短に頼む。まさか、神崎隼人がイレギュラーか？サイバースペースに現れた犯罪超人たちを二人で追っていたの。そこに黒い泡みたいなものが現れて、ハヤトがそれを調べようとしたら。黒い泡みたいなものだと。お、少し正気を取り戻したか。この敵はそれに黒い泡なんだ。アイだ、間違いない。そいつはアイダに感染している。今の黒いポコポコポしたのがアイダなの？あなた、ハヤトがああなってしまった原因知っているの？詳しくは後で話してやるよ。ああなっちまったらやるしかない。ぐ、なんだ、あ、頭がガー。ハヤト、ハヤトか。この体はもう俺のものだ。邪魔するな。なんだか人格が2つあるみたい。検出された間反応増大、来ます。仲間を呼んでいる。こいつらバーゼルのモンスターじゃねえか。間反応じゃったか。確かにまたコポーっとしたぞ。遥か未来の世界に感染拡大しているんだ。まずは駆除が先だ。俺たちも感染するわけにはいかん。駆除すればハヤトは元に戻るの？ああ、とりあえずぶちのめして動けなくする必要があるけどな。その上でアバターが使えればいいんだが、そうもいかねえか。クソ、これ以上俺につきまとうと殺す。あなたを元に戻してみせるわ、ハヤト。それこそ死ぬ気でね。星の剣闘士、名前はかっこいいな。だいたいこういうのって横文字になるかどうかがさ、わからないよね。今のも星の剣闘士っていうか、星のグラディエイターなのかどうか。敵ユニット、お宝解雇は出現後3ターンで逃げ出してしまいます。ちょっとだいぶみんな上に来ちゃったよ。お宝解雇って何？こいつのこと？チュンリーは？チュンリーどこ行って、チュンリー超遠い。ってことは、ストライダーヒリーを向かわせるよりは、カイトを向かわせた方がいいな。で、上と下でちょっと分かれるけど、上は機動力のある2人を向かわせるか。じゃあ下はダンテとこいつらを派遣しよう。一旦一応こいつ護衛役としてこっちに連れてくか。また上になんか敵が出てきても嫌だしな。で、移動力の少ないやつらを下に派遣しよう。相手になる。この2人っていいかな。俺たちだ。ロックマンは全体攻撃はないか。ストライダー飛竜は全体攻撃持ってたっけな。まあ、50% しかないか、そもそも。強気で。まあ、ここで回復を使うのももったいないんで、うん、まあ、871だったら大丈夫っしょ。これって会心のできたやつ。ミッション開始。よし、ゼロ
キャプテンコレダーとこのお二人でブロックは解除していただこう。を滅ぼす。それが死ぬ。カネルゴー、スタージェット号、撃ちまくるんだ。燃え尽きろ、キャプテンキック。決めるぞ、最後は私だ、キャプテンコレダー。ミスター、タレーション、セイバー。 OK、 89% か。戦闘終了。13レベル。そう、問題ない。おー、めっちゃ進めんな。ちょっとチュンリーと足並みを揃えていこう。来るね。150% あるから完全防御しちゃうか。剣を持っている。これが軽音だ。くたばれ。真っ二つに切れたけど。コスモスが壊れた。お返しはするか。切るぜ。ま、3000ちょいだったら楽勝でしょう。そういや、こいつらさ、装備させたっけ、なんか。何も装備させてない気がする。おお、宝箱は逃げていく。まずは。こいつの扱いは慣れてるんだな。今ロケットランチャーさ、落ちてなかった。しぶとい相手だった。調子に乗ってんじゃねえぞ。あたし頑張ってみるから。いっそやつ負けないし。あの様、待った、待てな。一か八か、進むしかないもんね。いや、逆転裁判マジ使いやすいな。連撃で勝負だ。終わりだ。オーケー。 PC ボディでの戦いにも慣れてきたね。ワンターンキル。ベクターは結構ヒットポイントがあるな。14000だからな。駆動系に損傷がなければ大丈夫です。生徒には見せられませんね。チャンスだ。バッチリバッチリ。やっ、もう誰も傷つけさせない。これで終わらせます。さあ、これだ。止まりなさい。はっ、やっ、キルバル。止まりなさい。はっ、やっ。7800はまあ無理だろうな。甘美な優しさの中。お、いけるか、いったか。なんか必殺技もだいぶ強くなってきたな。結構効率がいいね、この倒し方。礼はきっちりしないとな。めっちゃポコポコしてる。マインスロアで。そしてでかくね、こいつ。あ、ここでロケットランチャーが落ちてきたのね。こいつに頼るわけか。ファイヤー。ナイフだ。甘いわね。えい。とどめだ。そう、技を鍛えるとクリティカル率みたいなのも上がってくるんで、それを考えるともう反撃できねえわ。まんべんなくっていうのも悪くなさそうだけど、とりあえず宝箱だ。行こう。宝箱をゲッチする。お宝解雇、ヒットポイント211。マジでブロックが半端ない。ここは、なるほど先生、お願いします。何、なるほど先生の力をもってしても。今こそ発想を逆転させる。いきなりクラッシュ。いやー、すげえな、なるほど先生。これくらいうまくいけばいいんだけど。結界を手に入れた。結界ってことは多分結界の中で休めるんだな。だからヒットポイント SP100% 回復だよ多分。やばくない。ちょっと待って、こいつの射程を調べよう。うお、半端ねえ。任務了解。これなんかつけらんないのかな、マーカー的なの。ストライダー飛竜が2マス右に行けば射程には入らない感じだな。よし、ここだ。で、あとはこいつのところにいれば大丈夫。
ここで、おっとっと、ここでいいや。で、ここに宝箱があったね。こいつをどうする、始末するか、先に。そうなるとまずちょっと 100% 貯めないといけないから、一旦クリスで攻撃を仕掛けるか。こんなところで足止めは食えないな。まずは出花をくじかないと。よし、ちょうど100パーいった。ロケラン発射、当たった今ロケラン。よし、片付いたな。13レベルで、こいつをちょっと後ろから突っつくか。ブラックハヤト反撃食らいそうだな。まあいいや。で、まずは壁を破壊してもらおう。あ、そうか、崩しにしとくのもいいかもしんないな。スティンガー外れた。ダメか。この崩しの判定ってどうなんだろう。一発ごとに何パーセントなのかな、それとももう一回で何パーセントって決まってるのかな。グランドフィナーレだ。ジャックポット、こいつを食らいな。600ちょっと情けないよな。来るね、やっぱり。そこかい。うおー、やばい、死んだ。これ超強え。17000、17000をただ返したぞメガンテを唱えた。ダンテはメガンテを唱えた。砕け散った。もう使っちゃおう、蘇生の飛躍。いちいち救出するのはめんどくさいんで。で、最終的には回復させればいいでしょう。13レベルのアリス・レイジも13レベルか。コスモスでいくか。任せてください。出し惜しみなく。あれ、普通のだいたいターゲッティング間違えるな俺、未だに。ターゲッティングがね、見づらいんだよね。傷つけさせない。全然ショットだ。やっ、なんかコスモスとの傷。じゃあ結局アリスレイジで倒すことになるのか。ヒットポイント1。クロスヒットします。よろしく。流れできてるよ。俺はもう見てるだけだ。高みの見物、高みの見物しかしてないのにレベルが上がった。うわぁ、ハヤト、俺は出ていけ、俺の、うぐぅ、しっかりして、ハヤト、頭が痛い、苦しい、俺は一体、ウイルスに侵されたからな、体調が優れないんでしょう、ハヤト、待って、ハヤト、待ってて、すぐに、あ、戻ってか、待って待って、グレネードちゃん、君まで感染したらどうするんだ、それは、我々を信じてくれ。彼のことも何とかする。わかったわ。反撃をするか。イエティなんだこいつ。反撃で倒すのは伝。突撃リポートします。8000だったら。フラッシュ。それでは撃ちます。いけるかでも。勢いでやっつけました。いやー、あのレポーターさんすげえな。あげ、あっちに来た。X の方に来た。耐え切った。15000。15000は普通に行ったら厳しいだろう。まあちょっとこれは置いとこう。おお、みんなこっちに来るね。応戦はしないでいいや。毒になった。ブラッドルチェーンソー。負けられません。
すげえ格好してんなこいつ。みんなお願いします。大変そう。しびれますよ。それ切ります。もう誰も傷つけさせない。バリキリー止まりなさい。完全に破壊してやったぜ。あ、ここにもいたのか。いや、ちょっともう一ターン待つか。射程的には入ってないよね。あいつの隣に行こう。 X は了解。ちょっと待ち戦法で。で、下の部隊はこれはもう殲滅できんな。はい、行くぜ。悪しき者を少し騒がしくなりますよ。スティンガー、行きます。こいつを食らいな。ほい、そこだ。スティンガー。大きくなります。これくらい。ワルキューレって、あ、しまった。B ボタンを使ってしまった。バラマジで。なんかね、カットしたいって思うと B ボタンを押しちゃうんですよね。あれを使うと一応ね XP を 100% 使っちゃうんだけど、その代わりにゲージが1個回復するっていう。ちょっとまずね、あんまり自分としては使い道がわからない。先生頼みます。これで解決だ。いやあ、なるほど先生強えな。177いったー、ギリー。経験値稼ぎも楽じゃねえ。オッケー、そうだな、経験値稼ぎも楽じゃないな。うおー、狙ってくるのか。150か、防御しとくか。データドレイン、そうか、こいつはこの技だったな。めっちゃ吸収されてる感がある。ここで迎撃しましょう。チェーンソー、チェーンソーっていうとバイオシリーズにもチェーンソー男とチェーンソー女が出てくるかな。抵抗しないで。こんな戦い、ガナードっすね、ガナード。しまった、 31% しかない。どうしよう、あれ2つ使っちゃおうかな。 XP100 回復とかもあんじゃん。あ、すげえすげえすげえ。骨付き原始肉 XP150 回復とか。まあ油揚げパフェを2つ使っちゃいましょう。で、131だから、まずパワーのあるやつで、こいつをちょっとまずぶん殴ると。横から知っとるぜ。お邪魔虫が騒ぎよるわ。サンダイブ取っておきじゃ。サンダイブ、ほい、よいのか、つくぞ。ほりほり、サンデルタ、いただき。おお、役立ちつつは全然当たんなかった。崩せ崩せ、崩れないか。状態異常にならないな。状態異常耐性とかあんのかな。見てみよう、こいつのデータを。わからん。重いみたいなマークと飛んでるっていうマークがついてる。こいつをタッチすると、ああ、こういうのもあるんだね。対象2体から4体。スキル一覧とかはなし。あ、あるじゃん。気絶崩し無効。ヒットポイント吸収。ああ、やっぱ持ってるんだね。そういう便利なものを。じゃあまずは、援護攻撃も入れたいからな。これで崩してもらって頼みますよ。押して、こうのこう。ってことはもうここは攻撃力のもので攻めるのが一番いいな。これぞ風魔の奥義。ラグナロク、クリティカルは出てないけど一発600くらい当たんな。俺の
手でメイドに送ってやる。ん？生きれまい。地獄へ落ちろ。13,000。深く。だが15レベル。必ず。エクスカリバー＆八股手裏剣。これはしょうがない。食らうけど。いって気絶したー。じゃあちょっとまたおあげちゃんを使って誰で倒そうかな。ロックマンでいくか。ライジングファイヤーと崩してもらおう。ここは俺たち。決めてや。あれ牛。一気に行かせてもらう。当たれないぞ。サンジャドフォーチャージで済ませろ。無理。アイストレネード決める。最大出力で決着をつける。キャプテンコレダー。これだ、当たってなくね。4300はいけるっしょ。オッケー。これでとどめだ。あ、宝箱取ってない。こいつを倒すことに夢中になってた。しまった。こいつこの感覚。ハセオどうしたの。スケイスだ。え、それはそうだけど。ちげえよ、間違いねえ。こいつは俺のアバターだ。つまり僕が戦ったスケイスとは別物。戻っては来ないんだな。そりゃ呼べないはずだぜ。待ってろよ、必ず捕まえてやる。ステージクリアしてしまった。あの奥の宝箱が。いや、そのまま取れよ。敵がいないんだからさ、ゆっくり。アイダの反応はどうだ。検出されません。少なくともこの空間には存在していないようです。よかったぜ。感染なんかしたらあの男と同じになっちまう。ちょっとゼファ空気読みなよ。てめえ、本当に神崎隼人はアイダに感染してしまったのか。二重人格みたいにも見えたがの。少し前から頭が痛いとは言ってたんだけど。そもそもスターグラディエイターだっけ。何をしていたの。サイバースペースを中心に犯罪超人たちが何かをやってるって情報が入ったの。第4帝国で使われていたベクターが稼働していることも確認されて、私とハヤトで組んで追ってたんだけど、深追いしたハヤトとははぐれたのよ。そして再び会ったのがさっきということか。ええ。サイバースペースの件は俺たちも知っている。奴らは何かを探している。ウイルス兵器としての愛だ。可能性はある。バーゼルのモンスターたちもまんまと操られてるからな。制御できるウイルス、テロリストたちにとってはお宝というわけね。クソ、愛だ。どこまで広がりやがる。ゲームの世界には愛だ。現実世界には金の鎖。どこも問題が山積みだな。うん、一つ一つ潰していくしかない。それ好きだなお前。さてどうするかだが、ここが俺たちの時代ならやはり金の鎖からだろう。渋谷に戻って調べたいが、そのためにはここを出んとな。カイト、なんとかならんのか。ここがザ・ワールド・リビジョン1ならアウラがいるはずです。アウラ、何者だ。この世界の管理プログラムにあたる究極の AI だったか。アウラ、本当にいるのかよ。宝箱取りに行けよ、誰でもいいから。ここにいる。消えそうだな。なんか小さい女の子が出てきた。こりゃあわしほどではないが、めんこいの。この娘っ子がアウラなのかいな。アウラ、これがアウラ、キーオブザトワイライト、ザワールドの管理プログラム、この世界にとっての神に近い存在か。カイト、カイトなの。アウラ、よかった、やっと会えた。どうして今まで出てきてくれなかったのですか。今ザワールドにイリーガルな何かが介入してきてる。そのせいでインターフェースであるこの姿を出すことができなかった。今は大丈夫なの。カイトが助けてくれた。システム深部のバグを除去してくれたの。ありがとう、カイト。え、ちょっと待ってアウラ、僕はここで戦っていただけなんだ。システムへのアクセスなんてしていないよ。じゃあ私を解放してくれたのは誰。まさか、いや、そんなはずはねえ。心当たりがあるのか、ハセオ君。どうあれ、アウラに会えたのは
頂上の至りだ。頼みがあるんだが。分かってる。ザ・ワールドからのログアウトでしょ。さすが我らがアウラちゃん。美少女は話が早い。外に移動用のトレーラーがあるんだ。それごと俺たちを現実世界に出してほしい。闇上がりのところ申し訳ないんですが。分かった。じゃあ外へ。お、幽霊だ。あともう一つ、宝箱が欲しいんですけれども一緒に持ってきていただけないでしょうか。地域章すっかり忘れてた。ソロユニットのスキルスロットが1話増えました。まあでもね、だいたいこのショップで売ってるものなんですよね。ゆっくりとしてらっしゃいな。ここら辺のものが多分入ってたと思うんですけど、もう今となってはわからないです。ちょっと早くない？あと仲間になったやつがいるんで、しかもわからないキャラなんで、スターグラディエイター。スターグラディエイター所属のジュンリン・ミリアムよ。わからん。あともう一体出てきたのは、あ、アウラはドットハックでしょ。私はアウラ、ザ・ワールドに光あらんことを。もう一人、神崎なんちゃらはここには載ってないですね。はい、というところでちょっと宝箱を取り逃してショックですけれども、第15話これで終了したいと思います。